こんにちはったらこんにちは、いつもです。もう夏休みですよね。っていうか7月ももう終わりです。今年も自由研究のネタを探してきました。タイトルにありますように、ハンダ付けなし、特に工具もなしで組み立てられます。ターゲットは、まあ中学生から高校生ぐらいかな。小学校でもひょっとしたらいけるかもしれないです。はい、出来上がるのはこんな感じです。LED をロウソクみたいに揺らめかせて光らせます。で、周りが明るくなったら消えるっていう仕掛けもついてます。多分30分もあればできると思います。はい、では今回も資料を用意してありますのでご覧ください。よいしょ。夏休みの自由研究、中高生向け電子工作になります。今回作るのは、まあ先ほど紹介した暗くなると自動点灯する LED キャンドルになります。で使うものなんですけど、まあこれが必須で、サンハヤトのクワタブレッドボードパーツセットです。一通りですね、部品は揃ってて、まあこれだけあれば基本的には出来上がります。であった方がいいのがこれで、サンハヤトのジャンプワイヤーキットです。548円です。あるととても楽なので、まあ、できれば一緒に買ってください。で、まあ、これはあるといいもの、なくても、まあ、大丈夫かなっていうのがこれです。電池ボックスをつなぐのに、使いました。まあ、なくても、まあ、大丈夫です。はい。で、この LED キャンドルキットなんですけど、まあ、詳しい説明書があってですね、中学生以上であれば、まあ、よっとすると、小学校、高学年でも、なんとか作れそうなレベルです。ね、そういうことに慣れた僕が言ってるんで、ちょっと、少し自信はないんですけど、まあ、これだけあれば基本的には完結するので、パッと買ってみて試してみるのも必要かと思います。よいしょ。で、今回作る回路がこれです。回路図を書きました。で、説明書にはですね、4つぐらい例題が書いてあって、いろいろできるんですけど、まあ、今回はその最後の、回路をやります。で、ですね、まあ、あんまり慣れてない人のためにですね、ね、中学生とか高校生だと回路図なんか見ないでしょうから、各部品の説明からやります。で、ですね、まずは抵抗です。で、このシンボルか、このシンボルになります。こっちが多分新しくて、こっちが古い回路図だとこういうのがありますって感じですね。見た目はこんなです。で、帯が、で、色がついてて、これカラーコードって言うんですけど、これだったら茶色黒赤で、茶色黒赤だかなのがこれですかね。1キロの抵抗になります。で、この色で抵抗値が決まるので、色を間違えないようにしてください。で、基本的にはこの、まあ、抵抗っていうのは電流を流しにくくする素子で、単位は、オームになります。で、この数字が大きくなるほど抵抗は流れにくくなります。高い電圧をかけないと電流は流れないっていうふうな素子になります。次。よいしょ。で、これがトランジスタですね。ここの電圧によって電流を流したり流さなかったり止めたりする、素子になります。まあ、これはすごく大きな発明でした。で、これはですね、今回スイッチとして使います。で、PNP と NPN の2種類があって、これは PNP になります。で、この時はですね、この PNP トランジスタは電圧が上がると電流が止まります。例えばですね、こんな感じです。よいしょ。電圧が上がると電流が止まる。で、電圧が下がると電流が流れる。下がると流れるって感じになります。で、次。よいしょ。で、これがですね、NPN トランジスタになります。で、同じくですね、今度は電圧が上がると電流が流れるっていう風な、素子になります。で、すごく部品の表面に小さい数字が入ってあって、PNP と NPN は違う部品なので見た目そっくりなんですけど、この数字を見て間違えないようにしてください。で、動きとしては、こうです。
電圧が下がると、電流は流れない。電圧が上がると電流が流れるというふうな動きになります。で、フォトトランジスタですね。周りが明るくなると電流が流れる。こんな感じですね。暗いと電流が流れなくて、明るいと電流が流れます。で、これ、向きがありますので、長い方が一番ピンです。これ、向き間違えないようにしてください。今回これは明るさセンサーとして使います。で、キャンドル IC っていうのを使います。で、LED をですね、ろうそくのように揺らめかせるためだけに作られた IC です。多分。で、おそらく PWM 制御をしています。多分ですね、ビジランスで PWM やってるんだと思います。これでですね、見た目そっくりなんですけど、C3460 と書かれているので、間違えないようにしてください。左から順番に、1、2、3番ピンだったかな。になってます。はい。で、ですね、回路の動きを見ていきます。ちょっと小さくて見づらいかもしれませんが、明るい時はですね、明るいので、ここに電流が、フォトトランジスタにですね、電流が流れています。で、電流が流れますと、抵抗に電流が押し込まれて、電圧が上がってしまいます。で、電圧が上がると、こっちの PNP トランジスタは、電圧が上がるとオフする。なので、このトランジスタオフです。で、オフ、ここが電流流れないので、電圧は下がっちゃいます。で、キャンドル IC は動きません。で、下がっちゃうので、ここもオフですと。というわけで、LED は全く光りませんっていう風な、動きになっています。で、これがですね、明るい時は、こうですね。明るくて光が当たります。で、電流、すいません。暗い時ですね。暗くなると、電流が消えます。で、ここの電圧が、下がっちゃいます。で、ここ、PNP なので、ベースか。ベースの電圧が下がると、オンします。で、電流が流れるので、電圧が上がります。で、キャンドル IC 動き出します。で、ここがパタパタして、NP のトランジスタが、オンしたりオフしたりして、LED がゆらゆら光ります。というふうな、動きになります。説明としては、ほぼ以上で、まあ、実はこれ、あとこれですね。フードを今回作りますので、この設計図がこれになります。まあ、半円にですね、のりしろつけただけです。よかったらですね、これに印刷して、フードの参考にしてください。では、説明は以上です。はい、資料の説明でした。この資料はですね、ブログの方に上げておきます。で、アドレスの方はですね、概要欄に載せておきますのでご覧ください。ではですね、作成の様子を見ていきましょう。組み立てです。はい。プレットボードにですね、トランジスタと、キャンドル IC を挿していきます。左から順番に、PNP で、キャンドル IC、あと NP のトランジスタっていう並びになります。で、フォトトランジスタはここに置きます。で、長い方、足の長い方ですね、右に挿します。で、100キロの抵抗を挿します。で、さっきのジャンプワイヤーですね、これを使いました。で、この挿す場所とかはですね、すべて説明書に載っているので、その通りにやれば大丈夫です。で、1キロの抵抗も挿していきます。で、まあ、3倍速でやってるんですけど、別に、リアルでもですね、そんなに時間のかかる作業ではありません。なぜね、刺していくだけなので。はい。抵抗とかもですね、足をぐっと折り曲げて、まあ、割と適当にやればですね、綺麗に刺さります。で、グラウンドですね。キャンドル IC と NP のトランジスタのグラウンドをつなげました。で、ちょっと外に伸ばしてですね、
LED をさせていきます。で、LED のアノードを、VDD につないで、これでもうですね、回路は出来上がりです。非常に簡単ですね。で、間違ってると、まあ、ひょっとすると壊れちゃう可能性もあるので、接続が間違ってないかですね、よく確認してください。で、電源をつなぐためにですね、この部品をさせていきます。はい、これはですね、なくても、まあ、いいっちゃよくて、これなかったらですね、このワイヤーの端っこをですね、このブレッドボードに直接ぐさっと刺せば、それでよくて、説明書にもですね、そういうふうな説明がされています。で、まあ、スクリューボックスの VDD と VSS をつないで、これで物としては出来上がりました。で、あとですね、おまけなんですけど、フードを作っていきます。今、娘ちゃんが書いてくれました。で、もうこれをボンドをペタペタつけてですね、ぐっと丸めてつけていくんですけど、なかなかですね、綺麗につけるのが難しかったですね。断片取っとくっついちゃうと、戻すのが、修復は大変です。根元の方から貼り付けていけばよかったかなと思います。ちょっとずれましたけど、まあ良しとしましょう。後ろは見えないので。はい、こんな感じでフードは出来上がりです。で、作るものは全部できました。はい、それではですね、動かしてみましょう。なんと動くでしょうか。はい、フードを被せてます。まあ、そこそこ可愛いですよね。で、今、ライトを1個落としたんですけど、そうすると暗くなってですね、LED が光り始めます。ゆらゆら、ろうそくのようにですね、瞬いて光ります。なんか、まあ、形からして、火山みたいになりましたね。はい。まあ、一応でもちゃんと動作しました。ちょっと可愛かったです。はい。はい。というわけでですね、今年も自由研究ネタをやってみました。まあ、夏休みのですね、で、もしも自由研究出さなきゃいけないというふうな人で、ネタに困っていたら、よかったら使ってください。まあ、できればですね、このキットをもとにまたいろいろ試して、電子工作に興味を持ってもらえるといいなと思います。何か質問とかありましたらですね、遠慮なくコメント欄に書いてください。では、この動画気に入ってくださった方は、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。また次回よろしくお願いします。